そう話をしてたんですけど、はい、どうですかリカコさん、今回の MV の魅力は。寒かったですね。魅力の魅力を聞いたのに寒かったマイナス2度マイナス2度でね、川口君のところでマイナス2度って感じなかったよね。なんかみんなさ、白い息出しながら歌ってたじゃん、うんうん、それがさ、出てなかったさ、映像にそうだ ね、 そ、 うだね、それが、すごい。はい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 、はい、見どころ見どころ見どころ、何ですか。あー、まあ、3人2人でやってるとかね、最後にね、あれをひたすらひたすらこれをずっとやってた、これだけの撮影っていうあったあっためっちゃすごいだった、うん、ね、しかもひたすら、ね、どんくらいやってた時間結構え1時間ぐらいやってたそれはないでしょ、みんなすごいもの盛るやんしかもめっちゃ盛るなんか台みたいに乗ってたじゃん、うん、だけシュールだったんだよね結構深い台乗ってて、ね、その上でみんなこれ先生がはい今、はい右、はい左、はい右みたいな、こうなんかシュールだって撮影にもね、わざわざ大阪から茜先生が来てくださってこう指導をね、してくださってたんですけど、うん、本当に寒い中ね、本当ありがたかったですね。シュールの指導がちゃんと入ってちゃんとこれ入ってやってましたね、うん、あとなんかありましたっけ、あなんかショートバージョンだから2番ってそうそうまだ出てないんだよ ね、 ね、まあまあ皆さんは CD を手に取ってくれるから、ね、そうだよね、フルで見てくれるでしょう。そうだっけ、なんか当日じゃないから、次の日かな、なんかの誕生日のお祝いをしたんですよ、 PV 撮影の時。あーそう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 、前日だった、前日だった、前日だ、うん、前日だった、だからそっかそっか、そあと3、なんかあと3、4時間でなんか私誕生日みたいな時間だったじゃん。あそうだね、 あとちょっとでみたいな。そうだそうだ、サプライズでその撮影の中のなんか一瞬映ってないか、あれ映ってないか、映ってないよ、多分なんかとりあえずその演出、撮影の中の演出の中であるシーンを撮ってた時にこうね、突然スタッフさんが曲、じゃあはい曲流しますって言って流れてきたのがハッピーバースデーソングでで、ケーキが出てくるっていうサプライズ、うん、完全にスタッフさんが曲を書き間違えたなと思ってずっとぼーっとしててこうやって出てくるっていうケーキがあ、そういうことって、ね、サプライズがありました。でもそれが12月ですからね、そうだ、もう結構経ったんですね、あれからね経ったんですね、3ヶ月以上。でもさ、本当に寒かったからさ、そのなんかマネージャーさんが持ってきてくれたさ、なんだっけ、お味噌汁みたいなのが本当に本当にもう、あの命だったこれこれで生きてた、これで生きてたから、うん、ありがとうございます。厳しい中でのお味噌汁は美味しいですよ皆さん、最近冷え込んでるんでね、お味噌汁ぜひ飲んでくださいというわけで味噌汁、味噌汁ね